willkommen zu einem neuen Video von mir. Hi guys, it's Elina. 皆さんこんにちは。エリナです。今日はですね、今ロンドンに来ていて、今日のお昼まで母と一緒に旅行していたんですけれども、今日の午後はちょっとフリータイムがあるので、これから一人でロンドンのウィンターワンダーランドというクリスマスマーケットに行ってみたいと思います。ただね、ちょっと今日天気が悪くて、これから雨が降ってしまうかもしれないので、雨が降らないことを祈って行ってきたいと思います。では行ってきます。マーボーアーチという駅に着いて、これからクリスマスマーケットに行ってきたいと思います。すっごい広くて、オクトーバーフェストみたいに広いです。そして移動式遊園地がめちゃめちゃ来てて、なんかすごいオクトーバーフェストを彷彿させる感じです。行ってきます。入るところが本当にすごい人、めっちゃ混んでる。ウィンターワンダーランドから出てきました。1時間ぐらい滞在したんですけど、結構ね、今日22日っていうこともあって、休み、土曜日だし休みで、めちゃめちゃ混んでて、まあ結構混んできちゃったので、あとこれから雨が降る予報もあるので、ちょっと今日はこれぐらいで切り上げようかなと思います。結構ね、ドイツのクリスマスマーケットのクリスマスマーケットっていうよりもオクトーバーフェストに結構近かったかなと思います。でもドイツのクリスマスマーケットに売ってるような食べ物もあったり、あと違う国の食べ物とかもすごい楽しかったです。
まあちょっと強いて言うなら、プライスが結構ドイツより高くて、一つの料理がだいたい6ポンドとか、あと飲み物も 5.5 ポンドとかしたので、なんか結構、あとホットチョコレートで 7.5 とかのところもあったので、それだと1000円越しちゃう。ホットチョコレート1杯で1000円越しちゃうので、ちょっと変わり高だなーって感じがしました。気をつけることは、水を持っていかないこと。結構その荷物検査で水は引っかかっちゃうので、水は持っていけません。飲み物は持っていけないかな。ペットボトルの。あとは、結構ね、下がぬかるんでたりとか、雨が降った後ぬかるんでたりとかするので、雨が降ってなくても、靴とか綺麗な靴履いていっちゃうと、結構下がね、水溜まりやすくなってたので、その辺が注意かなと思います。あとは、スリーに気をつけたら、すごい楽しく遊べると思います。結構やっぱ友達と来るのが楽しいかもしれないです。こんな感じです。というわけで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。インスタとツイッターのフォローもよろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。See you in the next one. Cheers!